鳥取県立米子東高等学校は、鳥取県米子市勝田町にある公立高等学校を、1899年に、旧制鳥取県第二中学校として発足した。県内では、一般的に、米東と呼ばれるが、勝領という故障もある。選抜高校野球大会準優勝校、高校生クイズ優勝校、文武両道を興奮とする一方で、 2010年頃からは、部活動、学校祭などより学業を重視する姿勢に転換し始めている。また、6ヘクタール以上の広大な敷地を持ち、学校内には山と3つのグラウンドを持つ。近くには、古くから米のボルに親しまれている、ソダ商店がある。日本海を望み、大山を仰ぐ、この美和しい学園は、次のごとき人間を育成する。 同校卒業生交渉校科、外科、応援科制服スクールから1997年より2学期制を採用していたが、学校システム自体3学期制時のままで運営されていた。導入時最大のメリットであった65分授業もなくなり45分授業となっていたため、2004年に3学期制に戻った。現在1コマ45部の7弦授業である。 2004年から主に7月の夏季休業期間中、基本的に午前中は全員参加の夏季講習を実施していて、正式な授業日数には含まれなかったが、2012年からは、課業日となった。民業の圧迫であると、民間予備校から声が上がり、反対する保護者や PTA と陳情合戦に発展。県議会において、視察先の予備校は、 公私人の指導力不足を指摘せざるを得ず、不安を覚えたと、県内予備校の指導力不足を指摘した稲田敏久議員に、発言の経緯の説明がなければ、チラシを10万が舞い与那市内に、幕との文書を送付する、私塾経営者も現れた。1960年に設置された、専攻課であったが、2013年に陛下となった。 応援団演技公式野球部サッカーブラグビー部県内の高校ラグビーは長らく米子校の画城だったが米子東は1989年に初出場を果たし以後9回の出場を数える県全体のラグビーのレベルが高くないため苦戦が続いているが1999年には県政大会初勝利を挙げている翌2000年に 1> 第1回選抜大会にも選出された。2004年以降は部員不足などから県内でも勝てない状況が続いている。高校生クイズ全国大会へ16回出場をしており、東大寺学園ラサール高校に次ぐ出場回数3位を誇る常連校でもある。特に準優勝した第14回でリーダーだった生徒が次の第15回でメンバーを変えて出場し、 大会史上初となる同一人物の全国大会決勝2度進出を成し遂げ優勝した。また、第9から15回の7年連続全国大会出場は31回まで大会記録である。出身者教員、指導者、ありがとうございます。